ほいでね、その、まあ、先週の沼津、ね、で、今週のその、豊島園。まあ、完全に2連敗です、これ。ねえ、まあ、はっきり認めさせていただきますけども、2連敗。あの、お相撲の決まり手で言うと、重殺ですね。重殺。ね、あの、沼津が重殺。豊島園が、ガトリングガンで蜂の巣ですね。その二つで、ね、殺臭などの得意な技ですよね。おっぱいの裏から二門のガトリングガンを出してですよ。で、前にいるね、あの、小兵力士を蜂の巣にするとおなじみの、まあ、それで、その、殺臭などスポーツアップのからな。で、その、これどうしようとなって、次の日ね、旅行に誘ってやりましたよ。まあ、これは正確に言うと、ちょっと前から決まってた、なんかあれで、なんかね、これちょっとどこから話せばいいのかな、サンドイッチマンっていうお笑いの、エンタとか出たりとかしてるよね。あと、俺、虎ノ門でも一回見たことあるな。サンドイッチマンっていう二人組の若手のお笑いがいて、なんでさ、ヒットマンっていう一切テレビに出てないやつが説明なしで、サンドイッチマンが説明あるのかわかんないけど、まあ、その、サンドイッチマンっていう二人組のお笑いがいて、で、これをたまたま、プロデューサーの池田が、ライブを見に行ったら、すごい面白かったって話になって、すごい面白いから、番組で使うっつって、日曜日の番組に呼んで、したらやっぱりそのサンドイッチマン、伊達くんっていう子が喋りも上手で、面白くて、ま、ちょっとデブキャラなんで、まあ、潰そうかなと思ってるんですけど、それがこう、そのと、たまたま番組終わった後話してたら、うまいものの自分の実感、故郷のうまいものみたいな話になって、仙台の出身なんだって。で、仙台の出身で、仙台ずっとあれだろうって言って、俺はずんだ餅がまあ好きだと。仙台はずんだ餅があれば、あとはもういいって話になったんですよ。ね、で、ずんだ餅で、そのフルキャストスタジアムを作って、でいて、端から食べたらもうあとは仙台はいいっていう話に僕はなったわけです。したら、牛タンとか言うて、まあ牛タンも美味しいんだけど、牛タンって、美味しいとこ東京にも結構あるですよ。ね、それなりにあるですから、まあ、牛タン、まあまあまあ、牛タンまあね、つって、で、萩の月っていうの言われたんですけど、萩の月は僕は甘いお菓子をそんなに食べない人なんで、萩の月は美味しいんだろうけども、そうでもないですっていう話してたら、とっておきのがあると。ね。で、どうせ笹釜だろうと思ってね。で、もう笹釜って言ったらすぐに全否定してやろうと思って、まあ、別に笹釜も悪くはないんだけど、ね。笹釜はさ、行って食わないでも買ってきてもらえば美味しいからさ、そんないいじゃん。萩の月笹釜あたりそうじゃんか。したらね、何がうまいってびっくりするやつあります。油揚げがすっげえうまいなんですよ。しかも、油揚げのすごいうまい店があるんですよね。え、何それって思うじゃん。あ、油揚げのうまい店っていう言葉が変じゃん。で、もうそこ行ったら何回でもおかわりしちゃいますってね。で、自分の友達とかも行きますけど、その油揚げ食いったら必ず、そうですね、3、4枚多い人で5、6枚行きますってね。もうさ、すでにさ、わかんないこといっぱいあるじゃん。油揚げってさ、ねえ。油揚げ店でその場で食ったことある。で、あと油揚げ屋さんって何？その小さい子たちが大きくなったら何になりたい？お花屋さん、そう頑張んなさいよ。ですよね。お菓子屋さん、はい頑張んなさいよ。本屋さん頑張んなさいよ。油揚げ屋さん、ちょっと後でお部屋に来るようにしたね。基本的に油揚げ屋さんに関しては。指導が、要指導ですよね。油揚げ屋さんに関して普通は。それがうめえっつうわけで、とにかくその油揚げは半端なくうめえっつうわけですよ。でもね、これ仙台で聞いてる人がいたら、まだダウトをかけない。まだ伊集院このクソ野郎と思って、放送局を、今チャンネルをステイチューンのままにしてくださいよ。ステイチューンのままにね、チャンネルをチェンジして、関川くんのまた野村かみたいなやつはまだ聞かないでくださいよ。東北楽天イーグルスのね、外野手の関川選手のね、まあ有名ミッドナイト番組ですけど、その、大体さ、東北が油揚げどころだともう思ってないよ、こっちは。ね。なんか、これで、普通食いつくものを言わなきゃならない立場だったらば、
ダルビッシュ班の話をしてくれれば、ダルビ班食ったことありますって言われれば、俺も食いつけます。え、何ですダルビ班って言って、どういう要素がダルビッシュなのみたいな感じになりますけど、それ、あの、こご飯のところにですね、こう、あの、魚介類をたくさん、こう、麻婆ソースで、こう、絡めたやつをかかってて、で、あの、それにね、こう、ネギを、割と生に近いネギをいっぱいかけて、かっこむやつなんですけどね、ダルビッシュ班なんつって、え、どこがダルビッシュなのうまそうだけど、みたいな感じになりますから、それは一話になるんですけど、油揚げってさ、正直さ、上限決まってね、なんかこう油揚げがどんなに頑張っても、油揚げの限界点絶対ある気しね、なんか。で、俺が、まあ、そうは言っても、油揚げ限界あんだろ、つって、ね。どんなに筋トレしたところでドラゴンズの森岡がホームラン30本打つとは思えねえよ、小柄だし。まあ、二軍のセカンドですけど。ねえ、まあそういうことですよ、僕から言わしたら。言ってたら、絶対うめえっていうわけ。ちょっと売り言葉に買い言葉で、じゃあ分かったよ。次、今度、あの、家、暇な時に、それプロデューサーの池田と俺とで、その、油揚げ食いに仙台行くから、仙台案内しろっつ話になって。ほんで、うちの家に帰って嫁さんにもその話をしてさ、まだ仲良かった頃ですよ。ね、まだ仲良かった頃の嫁さんに、その話をしたら、へえ、そんななんだって、私は牛タンが食べたいから、一緒に行く、みたいなこと言われててさ。で、まあその当時は、その当時の俺からしてみたら、前の日に豊島園で大しくじりしてると思ってないから、で、豊島園の次の日にさ、池田と神さんとさ、またこれも困ったことにさ、またヒットマンのこの二人が、本当正直言いますけど、最初はキングオブコメディの二人が来てるラジオに来てる日だったんで、キングオブコメディの二人とそのサンドイッチマンの二人と俺と池田とそのうちの神さんで行く予定だったんだけど、なんかそのチケットが余った分をね、なんかそんなもんあれね、今考えてみれば厚生の渡辺君に払い戻してきてって言えば喜んでいくんだろこんなのね。でそれがで、あの新幹線乗ってさ、新幹線、もう知らねえ新幹線いっぱい出てんだ、なんかな。何、ハヤテって。え、小町じゃなかったっけ？え、俺、なんか東北の方に行ってる新幹線は、小町と、それから、山彦と、それからあと、ドリルの3つだと思うんですけど、線路がなくても地下を掘りながら行く、あの3つだと思ったら、ハヤテと乗って行ってさ、したら、その、向こうでね、で、また、東北出身で、なんか仙台で今度25日かなんかに単独ライブをやるんだって。で、あ、仙台の人見に行ってあげて、あの、相当面白いと思うよ。22日か。22日に仙台で地元ライブをやるんで、そのこう、プロモーションとかをするために、あの、仙台ではおなじみの佐藤宗幸さんがパーソナリティを務める怪物番組、オー・バンデスに出たりとかするために、その、これ本当にあかんね。オー・バンデス。オー・バンデスめちゃめちゃ面白いよ。佐藤宗幸さんが神の位置にいるからね、ちょっと。ミノ・モンタさんより上の位置にいたね、オー・バンデスの顔の佐藤宗幸さんで。出たりしてプロモーションさせてもらうっつんで、その仙台に行ってるからっつんで、仙台先にいて、で行ったらその、レンタカーを用意してるから行くっつうわけで、その時点でこっち側からしてみたら、そのあもう喧嘩腰ですよ。油揚げがそんなにね、このわざわざですよ、新幹線のチケットを買いですよね、新幹線を操縦しですよね、来るまでのうまさなんだろうなっていうトーンになってるわけですよ。お前が言ったんだからね、その死ぬほどうめえ油揚げってやつって話をして、車内でどんどんハードルが上がっていくわけ。もうね、面白いですよみたいな話になって、もう変な話、お笑いで言うならば今からすっごい面白いですよってめちゃめちゃ言ってて、俺たちもすごい面白いです何度も言ってから、俺の中でお前エディマーフィーより面白いんだろうなっていう、あれ例え微妙だな。そういう感じになってるわけ。そしたらもうちょっとそのさすがにそのサンドイッチマンの伊達くんもビビり始めて、こいつら本当に来やがったってパターンでしょ。で、こいつら本当に来やがって。で、仙台から1時間ぐらい入った山奥の寺の前かなんかあるって言うんだよね。それで仙台からその車ずーっと走ってる途中に、どんどん不安になってきてるのと、あと俺が腹減ってきちゃって、途中のコンビニでパン食いてって言い出して、向こうは、空腹は最大のソースなりって、あの、坊やサブロが言ったあの、格言があるじゃないですか。だから、何も食わせたくないわけですよ。ね、絶対食わせたくないわけですよ。で、いて途中で、もうただ俺腹減ったからさ、つってたら、もう俺が飽きないようにしようと思ったんだろうね。その途中ぐらいのところにある、
仙台大観音っつったかな、観音様、仙台大観音っていうのがあるんですけどって言われて、それ見ますって言われて、まあ、見ねえよね、普通普通見ねえでしょ、別に観音様を拝むなんか募集士がある人なら別だけど、俺はもう全然無神論者だから、神に誓って無神論者だから、それでその見ますっていうかさ、見ねえよそんな、早く飯だよこっちはつってんだけど、だけどね、またそのサンドイッチマン伊達くんが懲りてんだけど、だけど見たらびっくりしますよっていうわけね。いやだ、俺だってなんかテレビのロケとかで観音は結構行ってるよ、あれ観音何観音結構行ってて、観音的には相当慣れっこですよって。俺がねまだね観音バージンの頃だったらね、それはびっくりするかしんねえけれども、もう観音に関してはすべっからしだとね、もう観音に関しては乳首も真っ黒だと俺は。ねえ、だからそんなに驚かねえっつうんだけど、この観音は絶対見たらうわーって言いますっていうのね。お前さ、もうそれでまたちょっと僕すぐ切れ、そういう意味ですぐ切れますから、でまた、うちの神さんが観音見てるわけねえから、ね、もううちの神さんだって、年前で懲りてるから俺はこっちは、機嫌損ねたら大変なもんなると思ってるから、そしたら、その絶対これはもう今までどんな観音を見てきた人でも、絶対一目見たらびっくりしますっていうわけ。でさ、こいつ全然懲りてねえな。今、油揚げのハードルを上げたことでこんなに困ってるのに、観音ハードル上げ始めてるわけ？ね。お前、もう俺頭の中そんなこと言った、お前、てめえ、観音がなんかこう、例えばよ、30メートルの観音が現れたところで、お前そこまで言ったら全然驚かねえって気持ちでいるわけ。で、行きますっつってさ、行ったらさ、普通のイオンかなんかのな、イオンかなんかの駐車場連れてきやってさ、もう、で、その、別にイオンなんか東京にはあっからさ、と思ってさ、イオンはもう、まあ、イオンの名誉のために言っとくと何でも揃いますよ。ねえ。で、その、イオンの駐車場かなんか行ってさ、で、こっちも半分またちょっと、その、腹が減ってる分だけさ、腹が減って、こう、寝たら腹減ったら忘れられるとは、ちょっと半分打とうとして、前の日も、かなり遅くまでしたら、遊んでたから。で、降りてさ、あっち行ってくださいって言ったらさ、イオンの向こう側に、なぜか観音はここなのかって聞いたら、観音はまだちょっと先なんだけど、こっから見ないと全体像がわからないみたいな話になって、はぁって言いながらイオンの方をパッて見たら、イオンの向こう側に、もう想像を絶するような真っ白い観音様が立ってて、もうちょっと遠近感がわかんないのね。ただ、イオンの駐車場、イオンは1階建てなんだけど、その向こうに送電線あるんじゃん、普通のその田舎の送電線があって、送電線の向こうに観音様がいるんだけど、送電線の鉄塔より上なんだよ観音様で、もうなんかわかんないけど、感覚としてはその建物送電線観音様の並びが完全にゴジラがやってきたの、大きさが真っ白い観音様なのに。で、観音様は真っ白なんだけど、肩とか頭とかに赤いライトがついてるのね。何かと思ったら、飛行機がぶつからないようについてる。夜中とかに観音に飛行機ぶつかっちゃう可能性があるから、それを避けるために高層ビルとかに義務付けられてるやつあんじゃん、あれがついてんのよ。で、高さが聞いたら、100メートル。100メートルだよ。100メートル。100メートル観音だよ。TBS って110何メートルで、全体20何階でしょ ?20 階だっけ ?20 階でしょ、で今俺たちが喋ってるの9階でしょ、こんなのへそだかんね。こっから見えるのはへそ。すごいよ、あの観音びっくりして。俺この先定かじゃないんだけど、地元の噂レベルの話だよね。別にそのご収支がある人は知らないですけど、そういうのにあんまり若者は興味ないじゃないですか。あんまりだでかいってだけじゃないですか。そのサンドイッチマンの伊達が言うには、あれはこれ都市伝説の可能性あるんで、ちゃんと裏を取りたいのと、あと仙台の人が聞いてるんだったら本当のとこを知りたいんだけど、その地元のすごいでかい企業の社長さんが、タクシーから観光関係不動産をブワーって一手にやってるめちゃめちゃ金持ちの社長さんが、
個人の趣味で建てたって言うんだよね。だ言われてみると、俺、その、観音様ってさ、下の方とかに、まあ、その、お寺でいいの、神社でいいの、わかんない。そういう、こう、宗教の根幹みたいなものが、ある気がするんだけど、そういうのは見当たらないんだよね。ただ観音なんだよね。ただ、観音なんだよね。あのね、もしこれ仙台であの観音について、何か言われをご存じない人がいたら、ファックス東京03-5562-9540、まあ、ネットされてないからね、仙台って。基本的にはネットされてないから、流れた電波を聞くしかないんだけど、東京03-5562-9540で、あの観音についてちょっと教えてほしいんですよ。で、その観音見ても、観音の前で1時間ぐらいみんなで写真撮ったりとか、すげえこの観音。だって今、一緒に行ったメンバーの携帯の待ち受け全部観音だからね、今。何の団体だってぐらい観音ばっかなんですよね。ほいで、もうそれ終わってもう、むしろ観音のプレッシャーで俺、胃液上がってるぐらいでかいから。ちょっと、お腹空いてないんで気づいたら、観音のご利益で。で、そっか、すごかったなと思ったんだけど、まあ、その、伊達くんにしたらそこまで食いつくもんだと思ってないらしいのよ。そんなに、じゃねえと思ってるらしいんだけど。で、その後また30分くらいかな、かけて、もう、もはやみんなが半分忘れてる油揚げ。今日は観音見に来た甲斐あったな、あのテンションが未だに。冷めやらぬ油揚げ。下行ったらさ、山奥のこう、ワインディングロードとかダムとか通ってさ、で、行くわけももう、全然、ザ仙台みたいな田舎なわけも、で、行って、あの観音が見えねえぐらいとかで行くわけだから、相当な距離行ってんの行って、着いたところがさ、ちょっとしたこう、寺かなんかのこう、参道なわけなんかこう、まあ、山岳仏教な、当時で言えば山岳仏教なんだと思うんですけど、その寺かなんかに続く、細い参道で、右と左のところに古めかしいお土産屋さんとか名物屋さんみたいなのがあるところでさ、その入り口のところにあるさ、なんつったっけ、三角、定規じゃなくて、なんかそんな名前だったと思うんだよな。なんとか、油揚げって書いてある看板の、要は豆腐屋さんなんだよ。要はお豆腐屋さんで、で、お豆腐屋さんなんだけど、あの、中に食べるとこがあるとこでさ、で、入ったらさ、あの、半分こう、俺もよくわかんないな、入ったら、やっぱすごい量の油揚げ揚げてる。それもね、食パンを斜めに切ったぐらいの大きさの、食パンの4枚切りを斜めに切ったぐらいの厚さの、あの、油揚げ。だから相当厚いわけ。厚揚げじゃないんだけどね。油揚げの、が、揚げたてで膨らんでるやつが出てきて、ほいで、おばさんが、あらー、なんか、ほら、テレビの、なんて言いながら、あ、どうも、なんつって。で、なんか今日は取材なの、なんつって、今日は世界の油揚げっていう番組で、なんつって。で、ちょっとネタバラしようと思ったら、すごいテンション上がり始めて、世界の油揚げだ、つって。カメラ、隠しカメラで撮ってるんでっていう話をして、何のためにね、世界の油揚げをなんで隠しカメラで撮ってるのか、なんで、そんなザレ言を言ってて、前出されて、で、醤油ともう七味かけるだけなんですよ、なんで他にご飯もなんもないんだよ。他にあるものは、お豆腐屋の豆乳があるだけだよね。豆乳が一杯いくらだった。あとその油揚げ一個いくらだったよ。大した値段じゃん。110円 ?110 円あれ。110円にしちゃでかいね。110円の油揚げ出てきてさ、で食ったらさ、ものすげえうめえの。ものすげえうめえの。みんなちょっとびっくりするぐらいうめえの。いやでもそのさ、油揚げ、定規山っていう山の中にあるお寺さんの、こう、に続く参道にこのなんか、定規油揚げだ、そうだ。定規油揚げっていう油揚げがあって、で、なんつったらいいかな、あのね、ハンバーグが美味しい。美味しいハンバーグがあるよっていうのとちょっとベクトルが違うわけ。なんかこう、美味しいイタリア料理の店があってさ、みたいなことじゃなくて、素材と揚げ方だけで、ここまで上限値上がんだと俺は感じがして、で、ああいうこう、つまり、すっごい美味しいハンバーグとかってのは毎日食えるもんじゃないじゃんか。だけど、あの油揚げは別に俺毎日食えんね。5枚食った5枚。食パンの4枚切り半分の大きさの油揚げを次から次へと5枚食ってやって。でもね、なんかね、でもいいなと思ったのは、まあ、その油揚げ自体は結構な有名さらしくて、だから観光バスみたいなのも来るには来るらしいんだけど、それを見込んでものすごくでかくとか派手とかにはなってなくて、で、その参道もすごい短くて、お寺さんもすごい観光化もしてないわけ。で、その手前に油揚げ屋さんがあって、その先に今度、焼きおにぎり屋さんがあるのね。焼きおにぎり屋さんが。そこの焼きおにぎりも、うまいんだよね。で、さらに焼きおにぎり屋さんの先に、
ゼンマイで動いてる感じのおばあさんいんじゃん。こりゃおそらく、まぶちまで来てねえなっていう、まぶちは絡んでねえっていう、結構頻繁に負けよっていう感じのおばあちゃんがやってる、玉こんにゃく、丸いこんにゃくをぶっ刺して、お醤油で煮、薄い口の醤油で煮てるだけのやつがあって、それが、三つぐらい口に刺さってるだけっていうのがあって、これもうまいんだよね。多分、こんにゃくを作るのに、石灰から凝固剤を入れるのを多分入れてないか、ナチュラルなものを入れてるのかよくわかんないんだけど、癖のないこんにゃくを、大して人が来ねえ分相当こう煮込まれてるんだよね。でいてこう人が来たとしてもそんなに求心力ないじゃん。こんにゃくのみのおでんだから要は。別に他の出汁から出たものなんもなしだからこんにゃくだけが大量に煮てあるだけだから、これもうまくて。要は、察するにやっぱりその行者の方ですとか、お坊さんとかが修行するのに今はこう舗装道路がありますけど、おそらく昔テク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 歩いてきたんだと思うんですよね。で、そういう人たちは生臭ものがダメじゃないですか。いわゆるお魚とかお肉とかダメだから、そういう中で体力つけたりとかもてなしたりとかする中で、いわゆるベジタリアンの中で出来上がった文化だと思うんですけど、ここの三軒はね、すごい、すごい美味しかったんだね。美味しかったし、面白かった。だし、充実した旅だったね。神さんの機嫌もね、良かったんだけど、どうやら帰ってきて、手柄が完全にサンドイッチマンの手柄になってるんですよね。こっち何もしてねえ空気すごい出されてくんだけど、確かにそうなんだよね。じゃあ、曲、昨日自分家の CD ラックを漁ってたら出てきて、ちょっと聞きたくなったんで、ECD で、サマーマッドネス。うわぁ、仙台出身の人からびっくりするような情報来てますよ。ですね、仙台出身者さん、ペネムサキッチョ1号さんから、仙台大観音、観光会社の社長の趣味でやっぱり作ったらしいと。ほんで、もちろん観光客に来てもらう目的もあったらしい。で、観音様手にゴルフボール持ってますよ、確か。確かにボール持ってんだよね。あれが変なんだよね。普通観音様の手って、俺のイメージでは、あれ、みんなの、まあ、今お笑いブームだからみんなのね、一番人気のあるところで言うと、桂三枝師匠の、グーの、マークだと思ってたんだ、けれども、ね、反応できてる若いやつ、いんの、グー。あ、いやいや、と、グー、ね。で、そうそう。で、自分はそこからかなり離れたところが実家だったんだけど、それでも見えたっていうのと、もう一個驚異の情報ですよ。同じく仙台出身の人、ナッキーさん。あの観音様が立った時に、周りの家でテレビの電波が入らなくなってしまい、観音像の持ち主に苦情が殺到し、ケーブルテレビを施設する代金の保証をしたというエピソードが残ってます。そらそうだよ。今まで CS でも BS でも何でもやってる時に、あそこのところに100メートルっていうのビルが建てば、それは周りみんな保証するもん。俺らは見てるから納得する。俺は思うんだけど、もちろんその観音様というものに関してどういう接し方をするのが普通なのか知りませんけど、フィギュアマニアね。それから怪獣マニア。俺見とくべきだと思うよ。あそこに行くと怪獣が出たっていうのは、どういう感覚なんだっていうのは、すっごいわかる。見れば見るほど、クラクラするもん。非日常な感じがして、で逆に言うとよく近くにいる人あれに慣れたよな。あれに慣れるっていうことが考えられなくて、でその後その、サンドイッチマンの伊達くんがまあめちゃめちゃ油揚げ評判良くて、でそれから牛タンも行ったんだけど、牛タンもその牛タン屋の中でも一番うまいとこ連れてくれて、それもうまくて、でさらには温泉までその手配してくれて、こいつあいつ天才。天才。ツアコンの天才。お笑いはまだわからない。だけど、で、最終的に伊達政宗の像が立ってる仙台城のこう、城跡みたいなのを教えてくれて、ごめん、それは俺あんま興味なかった。デジョージャンク、一瞬光る深夜のバカ力、バカ力。誰だよ。何神何だよ、お前。ジャンク